私はなんてことをしてしまったの。あの時、ユキは私を助けるために突き飛ばしてくれた。それなのに、私を助けようとしてくれたユキを見捨ててしまった。ユキが勝手にやったことだわ。私に責任はない。ああ、でも。ユキは私を助けてくれた。彼女は私のことをどう思ってくれていたんだろう。多分、私のことを都合のいい女だと思っている。ああ、でもそうだとしても、私を助けてくれた彼女を見捨てるなんて。私の今の気持ちはどうなんだろう。私にとってユキは。愛おしい存在。ああ、それなのに私は、愛しい彼女を助けることができなかった。でも、これからどうしよう。この先私は、どうすればいいの？ユキに一言謝りたい。そして一緒に行きたい。もしも彼女が今目の前に現れてくれたら。
ありがとう。それじゃあ、一緒に行こう。